福山智也は、日本の外交官、国際公務員。世界貿易機関事務局長上級補佐官。日本人初の WTO 中枢幹部。山口県州法庁出身。1982年山口県立山口高等学校卒業。1986年一橋大学法学部、卒業、外務省入省。1989年スワースモア。 大学教養学部を優等で卒業。通商産業省出向、ジュネーブ国際機関日本政府代表部一等書機関等を経て、2001年在エジプト日本国大使館参事官。2004年外務省経済局国際機関第1課サービス貿易室長。同年外務省経済局国際貿易課サービス貿易室長。 2006年外務省経済局国際貿易課長。2008年在フィリピン日本国大使館講師。2010年在大韓民国日本国大使館講師。ソウル市で福島第一原子力発電所事故に関する説明会を行うなどした。2012年在ジュネーブ国際機関日本政府代表部講師。2014年外務省大臣官房参事官兼経済局。 中南米局。2017年外務省大臣官房審議官兼、経済局。中南米局。同年外務省大臣官房審議官兼経済局。2018年サンフランシスコ総領事。2020年内閣官房内閣審議官兼、TPP 党政府対策本部審議官。新型コロナウイルス感染症対策、推進室審議官。 内閣官房 TPP 党政府対策本部企画推進審議官を経て2021年日本人初の世界貿易機関中枢幹部として日本が支持した文字を根除ゆえあらの下で組織全体を統括する事務局長上級補佐官に就任ありがとうございます